はい、えー、今日は健康についてちょっと語ってみたいなとかって思いますね、えー、40後半ぐらいからですかねやっぱりこう体力の衰えをちょっと <laughs> 感じるっていう感じがしますよねでまあ 健康管理やらないととかって思い出しますね思い出しますっていうか思うことが多くなってきましたね急にこうねえ <laughs> でんぐり返しとか「あれバク転もできたのにな」とか「バクチューもできたのにな」とかって思いながら。 体が思うように動かなくなってきましたね40後半ぐらいからでしょうかね。でまあ,あの筋肉っていうのはねこの筋肉っていうのはなんか100歳からでも鍛えることができるっていうのを聞いてあと何でしたっけ 今までの老化20代からはもう,こうずっと下がり気味だとかって言われてたのがなんか脳科学とかあの科学的にもそういうことはないと記憶力とかなんかでも逆にこうねいろんな知識とかっていうのが広がっていくからそのそういうマインドにねこうタガをはめられるっていうか。 こう僕らはもう20代後半からこう全てのものが下がっていくんだっていうこうたがにねはめられてるんじゃないのかなとかっていう風にまあ脳もねそういう風うな形で潜在意識の中にインプットインプットインプットされていくとそういうネガティブなマインドになってこう本当にこに老化 ね、使わなければやっぱりこうどうかしていくと思うんですけども使わないことがやっぱりあのー、ね動かないとずーっとこう使わないでいるとまあね包丁なんかでも錆びしていきますし切れなくなりますしね。あと、 友達がね、まあ、あの事故なんかで手を折ったりとか足を折ったりしてギブスをこうはめられていてでもうギブスを取ったら腕とかがね足とかがめっちゃ小さくなっているの見たことありますかね実際にそれを経験されたことはある人もおられると思うんですけどやっぱり使わなくなると。 一気にこう、ね、腕とか足とかか足小さく縮んでいきますよねだからやっぱり使っていくとそれがあの、ね、キープされるっていうか逆に鍛えることもできるっていうことがなんか科学的にも分かってきてる。 っていうのを、最近は耳にするようになりましたで自分も最近まあセミリタイアっていうことかな今のところはあのでいろんなのにチャレンジしようとかって思って。 電動一輪車、えー、そ,れからそれからモーターパラグライラーとかいろんなのにチャレンジしてますけど確かにこうやり続けていくとだん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 こうなんか体の方がバランスとか、えーまあ、テクニック技術的なものをこう習得。 するることができるんできんなんか鍛えられるっていうかまだこう若さをこう取り戻すっていう表現がいいんでしょうかねえま,あまあ言葉もねいろいろ好きな言葉いっぱいあると思いますね若返るとか力がついたとか。 なんかいろいろそういうその自分自身を動かしていくエネルギーになる言葉っていうのがあると思うんですけどあの最近こう足はね電動一輪車で相当鍛えられるなっていうのが分かりましてで最近はこう腕立て伏せとかもねあの一気にあの無理してやるんじゃなくて。 少しずつ少しずつっていうことであの一気にねあの下からこう持ち上げて <laughs> やることもできるかもしれないんですけどあの何でも急にこうやると怪我をしたりするっていうことがあるって聞いてましてまあですから少しずつねまずは一回やってみようとか壁にもたれてね 全部こう水平にしてやるんじゃなくてこう斜めにしてこうでちょっと斜めにしてこうやるみたいなことをこう今始めてますね。まあ一日に1回は10回ぐらいねこうなるべく意識してやるようにしてますね。まあ、そううするとやっぱりこうなんか ね、何回かやっただけでも腕とかね足とかあの何か強くなったような気がしますね。で今まあ自分はまあ自分のことで恐縮なんですけどちょっといろいろね <laughs> 健康になる方法っていうか体を鍛える方法とか。 まあ、ボリービルみたいにマッチョになりたいとかっていうわけじゃないんですけどこうある程度まあそ,のそれがね好きな人はすごいいいと思うんですよ80歳からでも70歳からでもねこうボリービルを目指してっていうそういう風に実際にやられておられる方もい,いらっしゃいますしねいろいろなやり方がねアンリミテッドにあると思うんですけどこう 最初の一歩っていうのがやっぱりすげえこう。人っていうのは、こう躊躇するっていうか、なかなか行動に出れ,れないんじゃないのかなとかって思いますね。やっぱり日頃の生活のルーティーンっていうのがめっちゃ楽ですから、その生活のルーティーンだとこうなかなか。 ね、行動はしていてもなかなか同じ動き同じ筋肉を使ってますんでそのルーティンのことに関してはこう別に問題ないと思うんですけどちょっとね旅行に行ってみたいとかちょっと歩,歩いてみたりとかすると息切れがしたり体力の限界を感じたり。 いいいろろすすると思いますねですから、えー、なるべくこう <laughs> なるべくねこうやりたいこと今自分がやりたいことをやるためにはある程度やっぱり体力がないとちょっとっていう感じになりますし。 そういういやりたいことをやるためにあのダンスででもそううだと思うんですねダンスなんかでも結構ねあの筋肉とか必要だと思いますしただ最近得た情報ではね年は関係なくこう動けば動く分筋肉っていうのはこうつけていくことができるし。 それに伴ってね、体力とかいろんなところこう活性化して、血の流れとかもやっぱり動けば動く分血液の流れとかが良くなってきますんで、えー、いいんじゃないかなとかって思いますねただ最初の一歩っていうのがね、なかなか行動ができないですよねですからこう思いつくもので、ね 必ずこうじゃないといけないとかこうああじゃないといけないとか <laughs> っていうことではなくてこうとりあえず頭に浮かぶものラジオ体操であろうが散歩であろうがまあ四歩であろうがねあのまずこれをやってみようとかっていうとちょっと動,い動くとなんかいろんなアイデアがこう脳にね血液がいくといろんな活性化ができるらしいんで。 まず何か動いてみるっていうのがおすすめかなとかって思いますねまあ <laughs> 今日はちょっと健康について考えてみましたご清聴ありがとうございますさすがです一平二平レベルピュ